はい、おっさんです。今日は、YouTube を見てたら、チタおいしいおばさんがいっぱいいたので、本当にこれチタってね、おいしいのかっていうのをちょっと飲み比べしようと。おっさん愛用のカクとチタを新品で買ってきました。これどうやって開けるの？これチタね、カクのカクよりも4倍ぐらいするのかな。4倍、チタでカク、これどっちがどっちだか分かんなくなっちゃってね。味が一緒だったら意味がないですね。あー、これ水すぎちゃったね。これはちょっとフェアじゃないから、チタを足そう。チタが足んなかった。こんなもんで。色はなんか、これパクの方が色が濃いですね。各選手おどうなんでしょう。うん、じゃあソーダ入れてみましょうか。じゃあ高い方から。下おじさん、下おじさん、アルキューからから。おいしい。うん、叱ってるね。じゃあ角さん、角さんいきます。いつもの味ですね。うん、確かにチタの方が美味しいけど、この 1.3 倍美味しさに対してお金を4倍出すのか、そういうことですね。これはね、チタおじさんの勝ちです。はい、おしまい。できた。トリュフチーズ、お箸忘れた。いただきます。何がどう違うのって言われちゃうとよくわかんないから、これ角でいいんじゃねっていう結論が出るね、これね。角の大勝利。